第3代エセックス伯爵の肖像がジョージ・ナップトン作、1735年頃。第3代エセックス伯爵ウィリアム・カペルは、グレート・ブリテン王国の貴族、帝臣、外交官。第2代エセックス伯爵アルジャーノン・カペルと、アンベン・ティンクの長男として、1697年に、生まれた。1710年1月10日に、父が死去すると、 エセックス伯爵の爵位を継承した。1719年より王太子、ジョージの進出自留を務め、1727年にジョージがジョージ二世として国王に即位した以降も留任した。1722年にハートフォードシャー党官に任命され、1731年にサルデーニャ王国駐在イギリス全権公使に任命され、1736年まで務めた。 また、1727年に、セント・ジェームズ・パーク管理人に、1728年に、ハイド・パーク管理人に任命されたが、両方とも1739年12月4日に、国王親衛隊隊長に任命された時に、辞任している。1725年に、シする勲章を授与され、1735年2月12日に、数密顧問官に任命され、 1738年2月20日にガーター勲章を授与された。1731年11月にフリーメイソンになり、1737年11月17日に王立教会フェローに選出された。また、1739年に創設されたステゴ養育院の初代総裁の一人だった。1743年1月8日に死去、ワトホードで埋葬された。 息子ウィリアムが借位を継承した。エセックス伯爵夫人、ジェーン・ハイド1718年11月27日、第4代クラレンドン伯爵ヘンリー・ハイドの、娘ジェーンと結婚、4条を設けた。1726年2月3日、第2代ベッドフォード公爵ライオセスリー・ラッセルの娘、エリザベスと再婚、2男4条を設けた。ありがとうございます。